時は1999年8月下旬、冷夏の終わり。その夏に起きた団地内での3件の殺人事件。住民不安の中、強行された夏祭りの自治会テント。容疑者である鈴木さん家の息子さんをめぐる噂話が、晩夏の闇を一層濃く染め上げてゆく。昨年創生した桃園会、深津重文の代表作、内屋祭りの前日譚。初演版の舞台映像で、SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。